はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、銀子と申します。脱出ゲーム島かラデールやっていこうと思います。こちら2008年、ゲームランドキッズにて、出てる、フラッシュゲームです。無料でできるんで皆さんやってみてはいかがでしょうか。全然楽しいと思うんで暇つぶしにはちょうどいいと思うよ。はじめから、君は宝を求めて南の島へやってきた。パラシュートで降りたが帰りはどうするかと思う。バカじゃねえの。宝を探して島から脱出せよ。脱出、なんかしらさ、その連絡経路みたいなの持ってなかったの？この島に来るときに使ったパラシュートが、パラシュートが波間にいた、ん？まあいいや。ザラザラした、平らなところが何か起こった跡が見える。財布と携帯は？低い草むらだ。はい、あなたは無人島にいます。はい、何を持っていきますか？って。こいつは何も持っていかなかったよね。俺、なんだろう。トキを連れていくかな。あ、綿の実だ。あ、綿の実、あれか、麺か。コブラ？温厚やね、襲ってこないね。あ、追いかけてきた。あ、後ろは、コブラ、前にはワニ、絶対絶命。なんだ？あれ、コブラを追いかけてワニはいなくなってしまった。明らかに肉質な方を取らない、ワニ。保存しとこう。いいの？ワニ、それで。あ、ガラス玉。あ、漁師が魚を釣るときに網につける浮きだ。はい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 。ガラス浮きかな。そうやね。あ、船だ。水漏れ、で沈んだらしい。何か隙間を埋めれば脱出できるかもしれない。これ？なわけないか。綿に海水を浸した、綿だ海水に浸したので濡れている。で？あ、錆びたナイフ？だね。彫刻刀かなってしまったわ。木の棒を手に入れた。すっかり乾燥している。あ、切れた。木のつるを手に入れた。丈夫な木のつるだ。木のつるってそんな丈夫かい？俺昔それで山の中でターザンごっこして思いっきり尻もついた記憶あるけど、めっちゃ痛かった。ロープ使えばいいってこと？やった、ガキに。絶対他の才能あるって。で、どうやんのこれ。山の中間に登ってきた。石で石する、太陽の光が当たって熱くなっているぐらいか。あ、なんだこれ。純粋な銅の塊だ。これだけ大きなものが自然にあるのは珍しいぞ。てか、こんなところにはめ込んであるのが珍しいよな。普通ないもん。かけらでね、つぶつぶになって石にこびりついてるっていうのはあるけど、そうそうないよ。さっきのさ、入江の場所どこ？とりあえず保存はしとくけど。俺、方向音痴だからさ。こう。あー、なるほど。で、こうか。あん？こうか。あん？あれ？バラバラになった途端の板だ。途端は亜鉛をメッキした鉄板のことだ。合ってますね。確か途端って、金属、鉄と、亜鉛だったかな？かなんかの化合物なんだよね。お、なんだ、ガラスの瓶。壊れた通信を手に入れた。お、蓋が、お、が、あん？お、本を手に入れた。ボルタ電池、銅、亜鉛、電解液。電解液、だから、まあ、水溶液。まあ、食塩水でいいよ。ああ亜鉛。メッキしてたら電気通さねえぞ、普通。いいの？それでいいの？それでいいなら、止めはしねえけど、メッキってするじゃん。メッキすると、電気を通さなくなる性質が出るんだよね。
上に正面に巻かれるから。サビとナイフを岩で研いだ。これで、切れ味は抜群。だから、例えばアルマイト加工っていう塗装方法がこのにはあるんだけど、メッキとはちょっと違うやつね。あ、でもメッキだったらいいのかな。どうなんだろう。メッキはしたことねえや。アルマイトっていうのがあって、まあとりあえず。アルマイト加工っていうのは、硫酸に、つけて、アルミ板とかね。アルミを硫酸につけて電気を流すのよ。で、電気を流すと、プラス極とマイナス極で分けると、プラス極の方、マイナス極の方、それぞれから泡が出るっていう。で、アルミのその表面に穴を開けるんだけど、その、目には見えない小さな穴なんだけどね、つぶつぶみたいな。そこに、開けた後、塗料を流し込むと、塗装ができるっていう、ちょっと面白い方法。ああ、間違えた。ちょっと画面小さくなってた。手が当たった。ナイフを使ってパラシュートを切り取った布を手に入れた。布なぁ。布かぁ。でも、あ、でもね、胴に綿をつけて、アイロンをつけると、まあ、これで、だから、化学変化を起こして、ね、熱じゃねえや。電気を発生させるっていう、ここやね。これない。あ、通信機あった。はいはい。通信機に電池を繋いだ。どっからどうせ持ってきた。障害物がない広いところから発信してみよう。無理はせん、小学校の頃、無理だと思うよ、その電気の発生率は。多分、こういう通信機って、あれだろう？いえ？あれでも電池式だった。電池式だよね。普通にコンセント式だよね、これね。100V 流さないといけないとかあるんじゃないの？確か。で、それを、電圧を低くして、適量電圧にするんだけど。お、来た！来んのかよ！え、何これ？100万円。ヘリコプター代、燃料代、パイロットで、その他いろいろ。雑！請求書その他いろいろとか書いたらあかんで。なんならここの欄にもう一個ちゃんと値段書けなよ。救助するのにかかったお金の請求書です。よろしく。すっごいなんか、幼稚園小学生とかのさ、お金の書き方やね。料金100万円ね、みたいな。ガーン、助かったけど、一文無しになってしまった。終わり。一文無しになったって金払えんのかよ。すげえ。普通にすげえよ、それは。俺絶対払えねえもん。で、結局？あ、そっか。とりあえず、こっちか。で、わかった。光集めんのか。で、ここの下に多分、太陽の光が当たって熱くなってる。あ、で、あ、焼くのかな？ほい。うん、だよね。暗いから、どうせ暗いだろうなと思ってたよ。ああ、そういうこと。布を巻きつけて、あれ？わあ、浮きに光が散らばって。綺麗だーって。水入れる？ガラス瓶。うん、いや、なんか、絶対このままだとダメやろなーと思ってたけど。で、あー、浮きに水を入れた。これは光が一点に集まってきた。あー、なるほどね。多分、小学生とかは理科の実験の時に、理科の時間とかで実験でやると思うんだけど、虫眼鏡を、虫眼鏡で、太陽の光を使って一点に集めるっていう実験があるんだけど、それを使うと、簡単に太陽の光を集められるから、黒いものだったら簡単に焼き切れるっていう。普通はこんな燃え上がりません。こんな簡単には火はつきません。なんなら光を集めるのにも結構ね、こうって言ってもわかんねえな。バランスを組んだりいろいろするんだけどね。
苔だ。すっかり乾燥している。これをボートの隙間に積もれば、水漏れ直せないかな。あ、じゃあこのまま脱出してみるか。多分これで帰れるでしょ一旦。ああ、ほら、去年じゃねえや。前回と違って10分ぐらい時間使ってる。ね？結構時間かかってるじゃん？だから、こういうことでしょ。もう、苔詰めて、多分これだとダメだから、帆をつけて、ほら！ボートに乗って海へ乗り出した。波がちょっと高いな。あ、だんだん波が荒くなってきた。波がちょっと高いな。あ、だんだん波が、え、あー、嵐だー。うわー、もういい。波に飲まれて君は、意識を失った。死んだ。気づくと君は見覚えのある場所にいた。最初のところに来たー。あ、そういうこと。やべ、首で。あー、じゃあやっぱ行かんとあかんのね。はいはい、行くよ。金の文字盤を手に入れた。金の文字盤、これ探していた、これを探していたところだ。いろいろ文字があるが、読み込むことができない。あ、一旦ちょっとこれでだったら、保存して、文字盤でしょ？多分これがだから、あとは脱出するだけだっつってるから、これで、多分これで請求100万円とかもいけるんだろう？きっとね。はいはい。終わった。同じだ。じゃあ、宝箱だ。こんなところに隠されていたのか。宝箱をかけると、金銀財宝が、やった、これが真の財宝だ。これでいいのね。いいのね、これで。で、多分さっきの話からすると、これもうないよね。あー、書いてるね。うん、いや、こういうのは基本知ってた。じゃあ、まあ、戻ろっか。多分ここから呼べばいいっしょ。ほい。無線で助けを呼ぶって言うけど、あー、でもそっか、無線だったら逆に向こう側が探索してくれんのか。あ、ヘリコプターだ、助かった。え、何これ。お、あれ、めでたしめでたしじゃないね、明らかに。え、どういうこと。じゃあ他にまだ何かあったってこと。やっぱ船で逃げる、逃げるじゃねえや、脱出するってことかな。だよね。じゃあちょっと待って。普通に保存して、はい。どういうことだ。これで終わったと思って今終わる気満々やったわ。義龍さんを冷やした紙やんでのって書いてる。でも言っても文字盤って何で使うの。てか、こんそんまあ、金銀財宝あったところでね、ロマンしか得られないよそこには。僕とか結構不浪人してるけど、やっぱね、なんだろう、最終的にはね、家の中が落ち着くよ。のんびりゲームしてるって最高やなって思うもん。最近常に思ってるわ。ん？石でできている台座が重くて持ち上げられない。さすがにだって、しかもこの中なんか気持ち悪くて、俺絶対行きたくねえもん。草が岩にかぶっている。山を燃やせば人は気づくはず。ダメか。なんやろ。でもさ、
これだと多分ダメだもんな。完全に。これで開けた状態で帰ってもだもんね。これで帰ってもダメなの？ダメだもんな。ちょっと待って。ヒント見せて。え？これじゃないの？ヒントね、1、2ってあるんよね。多分アイテム全部取ってると思うよ。だってここに全部欄が入ってるからさ。すっげえ堂々と今はもう、いや、こっそり見るやろ、俺堂々とするよ。ああ、でも全部取ってる、全部取ってる、全部取ってる。全部取ってるから、全部取ってる上でわかんない。ダメだ、全部取ってる上でわかんねえや。綺麗な水だ。だってこれだったのよな。読めねえもんな。え、これで終わり？なわけないよね。なんかもうちょっとめでたしめでたし的なもんあったよな。すっげえ。前回と違って16分になってる。やばいやばい。そうだなぁ。ああ、じゃあちょっとだけのんびりとした話、ちょっと散策しながらするか。さあ、知らなかったんだけど、YouTube って最近広告の収入とか広告の設定ってちょっと厳しくなったよね。あれ知らんかったわ。もうちょっと楽なもんかと思って。というのも、YouTube のさ、その昔広告を入れるのは結構簡単だったんよ。なんなら設定パパッとすればパパーみたいな感じで、簡単に登録できたんよ。その代わり、お金が入るにはこういう上限がありますよ、みたいなのがあったんだけど、で、何千円以上、お金が貯まらないと入れませんよ、みたいなのがあって、そうそう、それがあったから、結構めんどくさかった、難しかったよね、人によっては。僕はもう特に関係なかった、気にしない人だったから、広告とかもあんま興味がなかったからやってなかったけど、今ちょっと後悔してるね。もう結構いい再生数の動画があったりするからね。だからさ、コンプライアンス結構厳しいよね、 YouTube の。やべえ、どうしよう。でやっぱ最近聞くのは、YouTube のその動画っていうか、YouTube の動画やね。YouTube の、YouTube の基本プログラムって、Python っていうプログラム使ってるらしいんだけど、なんて説明すればいいんだろう、Python。Python の説明をどう言ってやればいいのかわかんねえや。ラズパイっていうのがあって、そのラズパイっていうのの基本プログラム、言語が Python っていう言語なんだけど、そうだな。簡単に説明すると、プログラムの言語って、例えば、一般的によく聞くのは、やっぱ C 言語だったりするよね。でも、その C 言語以外にも、他にもいろんな言語があるわけよ。で、その言語の中で Python っていう種類の言語を使ってるって感じ。で、AI システム使ってるんやね。それも知らんかったわ。最近全然ね、そういうの調べなかったからね。だから、すごい、面白いなと思ったんよ。管理とか AI システムに任せてますみたいなこと聞いてたからさ。ただ、聞くところによると、そこが結構厳しいらしくって、ちょっとでも違反してたり、ちょっとでも違う場所してたりすると、その、規制、利用規約に適してなかった場合は、すぐに広告停止食らうっていう。たまったもんじゃないよね。僕とかは、基本気にしないっていうか、まず関係ないし、で、だって動画再生数なんてそんなもんでもないし。ただ、
で、一応まだ学生の身で別にその養う人とかもいるわけじゃないから、養わなきゃいけないって思う人らはいないわけだから、特にその辺はいいんだけど、例えばそれを収入源として考えてる人らはやっぱきついよね。だって、例えばだけど、まあ、さすがに仕事はしてると思うよ。一部の人を除いて一部の人は。そこを収入源としてない人はね。ただ、社会人としてやってる場合は、趣味としてやるんだったら、それはね、収入入んないとたまったもんじゃないんだよね、そこは。何かしら感謝されるようなもんが、恩恵がないと、ダメなんよ。ダメなんよっていうか、本当にね、きついんよね。だから、すごい大変やなと思って見てた、俺とかは。もうね、思いっきりね、今ね、調べようかな、みたいな考えてるもんね。よし、よくわかんねえや。ああ、こういう感じに、なんか最近のサイトってあるんだ。知らんな。よくわかんねえや。そうやな。ちなみに私は多分夏休みはほとんど家に帰れないと思いますね。というのも、できる限りもう家にいないで、もう学校に行って、学校で仕事してるかな。仕事じゃねえや、作業してるかなと。お金は発生しないから仕事ではないね。まあ、ずっと多分作業してるかなぐらいの感じですね。卒論がね、なかなか、この間さ、卒論設計して物作ってってやったんだけど、まあ、ちょっと設計ミスしてて、5歩進んで4歩下がるみたいな。あんま進まねえみたいな。1歩しか進まねえみたいな。そんな感じだったからね。ここには何もないもんね。だってもうアイテム全部取ったもんね。なんならここまではめっちゃ順調だったのに。書いてない？書いてないね。おお！ああ、適当にやったらなんか成功した。君は見事に、財宝を見つけて島を脱出した。しかし真の冒険家に休息の時はね。お前冒険家だったのかよ。なんで、なんか密室に閉じ込められてんだよ。次はどんな舞台が、どんな場所が君を待っているのだろうか。その場所に行っちゃダメだ。それ魔界だ、多分。パーフェクトエンド、やったー。なんかよくわからんけど、脱出したー。そうね、まあ、YouTube のコンプライアンスの話とかもちょっと久しぶりにしてみたかったなと思ったから、まあなんか、こういう詰まり具合はちょうどいいかな。じゃあ、こちらで一旦終わりにしましょう。島から出る。ちょっと油断してたね。半分の時間で終わると思ってた。タガをくくってたら意外と時間かかったから、ちょっとね、やべえ。大変だったわ。とりあえずありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方していただけると幸いです。
一応、説明欄の方に、ツイッターの方のアカウントを入れておくので、そちらの方で多分僕のロボットの方が、僕が作ってるロボット、二足歩行ロボットとかが出されてると思うんで、その辺も見ていただけたら、まあ、なんだろう、嬉しいね。単純に。ありがとうございました。